どうも、こんばんは、エヌムです。今回は、証拠にもなく、大感謝インボケフェス、100連引いていきたいと思います。では行きましょう。まだね、クロナなり、トーカなり強化してない、クロナかトーカはちょっともうちょい熟練度上げたいねっていう話で、狙ってやってるんですけども、出ないっすね。CCG か。あんまり、この光属性の背骨アキラだっけ、これも使ったことなかったっすね。なんだっけ、笛口1か。笛口1の動きもめちゃくちゃ素晴らしいんですけど、なんだって 3D モデルが可愛いっていう、クオリティが高いんですよね。お湯のも。さあ2枚だよ。最初は捜査官からのグロ、おっと、次こそ守るぞ俺は。来てるね、これコンプの波が来てるね。これコンプできるんじゃないか。あとアモンとグルアモンと誰だっけ、グルアモンと黒犬だけ、あーなんじゃないでしょうか。来たね、ヨモさん。マジ神引きなんだが。さあ20連目でヨモさんで、もう20連引いただけで SSR 3枚来て、フェスゲンが2枚来てるからね。しか持ってないキャラ1体引けるってマジで。あ、また SSR。なんか SSR しか出ねえわ、今回。絶対10枚中1枚は入ってる。確率の壁を越えてきてるぞ。お、またグールだね。これ、イリミさんじゃないか。黒犬来い。アモンでもいいけどな。はい、月山でした。なんかここぞという時に月山とか出てくる。なんかアヤトとか。さあ、また SS。ちょっと待って、これやばくないか、確率来てるね。もしかしてこれ、いや何でもないわ。さあ捜査官か。捜査官で持ってないのは多分いなかったはず。篠原ね、なるほど。イワッチョかと思ったわ。なんか最近イワッチョ来てないな。なんかガシャ最後の10連とかの途中で来る SSR 捜査官はなんか期待してないときはなんか岩っちょ感があるけど、さあさすがに SSR はここまで来ないと。ペスゲンコンプしたらさ、ちょっとあれ異形すぎない？どうにかコンプしたいんだけど。さあまた捜査官であるが、なんか岩っちょな気がするな。俺岩っちょ呼ぶことに定評あるからな。お、アリマだ。ああ、しかも、あれじゃん。フェスアリマじゃん、これ。ああ、フェスのアリマ、本当に俺出ないんですよね。こんだけ今までガシャ動画出して、インボケフェスももう千連ぐらいしてるかもしれないけど、本当に、フェスゲンのアリマがマジ出なくて、こいつめちゃくちゃ初期の方からいるのに。多分。全然出なくて、慣れてたんですよね。で、だから一回も使ってないはず。今度使ってあげようかな。今度って言ったらあともう1週間で終わりますね。占領戦も、もう明日終わるんですけど、この動画いつ出すか分かんないんですけどね。占領戦も明日終わるんですけど、もう本当に、本当の本当に1週間になってしまいました。終わるのか、このゲーム。俺はこのゲームとずっと寄り添って生きていきたいんだけど。お、ハイセ。このハイセめちゃくちゃ優秀ですね。まあ、これ出るたびに言ってるんですけど。なんかザ・チュートリアルキャラクターみたいなとこありますね。なんかインボケ、今のインボケを説明するのにこのプレミアムのハイスがいればなんか説明がつくから。さあ最後 SSR で締めくくってほしかったけど、まあでも今回はかなり SSR 出た方なんじゃないでしょうか。フェスゲンめちゃ出たし、フェスゲンに関しては3枚4枚、背骨アキラとヨモさん、まあヨモさん引けたことがでかいね。で、フェスアリマか。はい、ということで、これのね、売却の仕方を学びました。これ売却をして、この自動選択して、このレアと SR を選ぶと一瞬で売却できることを、まあ、前からコメントで言われてたんですけど、全く覚えてなかったんで、まあ、今回新たに覚えました。これから活用していこうと思います。お疲れ様でした。